こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダーディケイドデラックスライドブッカーです。はい、こちらですね。なるデータカードは伝えようということで、仮面ライダーカード1枚付き。はい、裏面を見ていきましょう。ライドブッカー本体、ホルスター、仮面ライダーカード、取扱説明書を1つずつ。ディケイドライバーに装着可能ということで、定価4000円。これもちょっと高いと思いますよね。まあ、2500円ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですけど。まあまあまあ、まあ、そう思います。開けてみましょう。ザーンと。ということでね、こちらに保護者の方への説明書と、こちらが本体の取扱説明書。そしてね、あれカードねえじゃんと思ったら、これ僕開けてなくて、この中に入ってました。ここに入ってました。あった。はい。ではホルスターちょっと取ってディケイドライバーに装着してみましょう。このような感じですね。簡単に取り付けれます。はい、これで終わりです。そして本体、ライドブッカーの本体をちょっと見ていきましょう。はい、このようになっております。ディケイドのねマークがこちらに入っております。結構軽いですね、重さは。うん、いいです。いいです。そして、電池はこちらに単4が2本入っております。では電源を入れてみましょう。はい。このカードを抜くときの音がね、電源オン時になります。スピーカーは、ここですね。スピーカーはここです。はい。それではちょっと、ここのね、ここを押すとカチッと動かなくなります。そして押すと戻ります。で、こちらに、ボタンがあって、はい、ちょっと寝起きで今、ごめんなさい。あんまり、回らないです。長押しすると、はい、光らないのでね、こことかぜひ光ってほしかったですね。はい、このように、10のモードになります。そして単発で押すと、剣の音になっちゃいます。そして、このようにさっきと同じ場所を押して、引いて、そしてここにね、あれがあって、こう、はい、剣モードになると。ソードモードですね。はい、このように、遊べるよと。なかなかね、やっぱ本編だと、このパッケージにはね、ディケイド持ってるんですが、全然ね、この長さがちょっと足りてないので、なんかちょっとおかしなことになっちゃってるんですが、はい。まあでも、かっこいいです。うん。いいですよ。遊びがやります。はい。じゃあそれでは、ここですね、この突起を押すと開きます。はい。これがもう重要ですよね、一番。ここのね、カードを取り出すとき、こちらの、ここですね。ここを押すと鳴ります。要するにカードをこう取り出すと鳴るということですね。で、大体こっちの方には、ここ開くようになってまして、3枚か4、5枚。まあ3枚がちょうどいいと思うんですが、こう、なってますね。で、ここがこのようにちょっと押せるようになっております。はい。そしてこちらはですね、だいたいマックスで30枚ぐらい入りますかね。そんな入んないかな。20枚ぐらい入ってます。こちらは予備ですね。いろんなカードをこう入れておけるよって。そして、入れておいて、このさっきのね、ホルスターに装着して、ベルトにつけて歩けるよっていうことですね。ちょっと本当に寝起きでごめんなさい。なんかね、何言ってるか自分で全く分かってないです。まあでもね、皆さんもこれ有名なので、ね、よくね、分かってると思いますが、こんな感じです。はい。もしコンセルでもね、出ればね、ぜひ買いたいところですけども、多分出さないでしょうね、武器は。うん、今のところ武器1個も出てないので、ぜひ武器もね、なんか音劇棒とか出してほしいですよね。すんげえ、もう、職人に作ってもらった音劇棒みたいな。はい。ということで、もうあとちょっとしたらコンセルが届くと思います。はい。では、また明日。